レッツゴー吉本さんのウィキペディアを検証しよう。歌の持ちネタが多いがしゃべりのものも得意としており、はい、特にザ・ドリフターズのモノマネは5人全員のしゃべりと歌と顔をモノマネをすることができるということで書いてあります。これはですね、はい、正確に言うとドゥーさんのしゃべりはそうですよね、うん、でその、うん、一円玉コントの高木さんをしゃべりモノマネとするんだったら、はい、まあギリギリ、うん、まあ、全員の歌も歌は全員できますよ、はい、あのずんどこぶしとか、ね、歌とかをモノマネをすることができるなんてね、語が一個多いですね。歌とかをモノマネすることができるに直しないと。そうですね、ちょっと文章がね、はい、あの内容は、まあ、ちょっと仕事がね、まあ内容としてはギリギリセーフですかね。ギリセーフぐらいな感じ、微妙なところですね。さあ、そして、来歴これで最後ですね、はい、モノマネマニアであり、特に90年代のモノマネ、はい、王座決定戦モノマネ紅白歌合戦のほぼ全てのネタを暗記して、これはですね、これ違います。ほぼって書いてある。でもほぼですから、すべてをじゃないですよ。ほぼすべてをだから、ほぼだから全部じゃないですよ。全部じゃないから、ほぼほぼすべてって言われたら、これはこれは全然合ってますよ。ちょっとただこれ日高さんから待ったが入ってますよ。これ日高さんの待ったは何です。これは初級初級だよ。いや相当だと思いますけど。勉強不足。あ、勉強不足とまで。あら、そうですか。あのね、見てない日高さんに言われたらそれはもう言い返しです。多分言い返しづらくなっちゃう。こういうのやめ、やめず、その素で言うのやめて。今パワハラとかダメなんですよ。普通に素直に落ち込んでるやつです。ダメなんだな俺って。違う。やっぱリアルタイムじゃないもんねっていう。リアルタイムで見てないっていうところがあるよと。日高さんと比較しちゃったらそれはもう全然足元にも及ばないですけど、でもほぼ全てのネタはアウトしてますよ。これすごいです。それ十分すごいことです。そう、しかも時代は限定されてない。これ時代は90年代のモノマネ王座決定戦。もっと言うと90年代後期ですね。後期、あ、それだったら90年代後期、後期、後期、うん、後期だったらいいでしょ。おー、日高さんのお墨付きをいただきました。これ誰なんですか。日高さんがいいでしょうって言ったら、これ自信持って書けます。はい、じゃあ、ウィキペディア編集の方よろしくお願いします。だほぼをちょっといいですか、格下げしていいですか。格下げ、はい、おおむね、おおむね、おおむね全てのネタを記憶しているにしましょう。あ、なるほど。ネタはね、ネタは暗記じゃないんですよ。暗記っていうのは機械的なものです、うん、なるほどね。好きだから覚えちゃってるってことで、暗記っていうとなんかちょっと、うん、頑張って覚えようとしてるみたいな、ね、これいいこと言った自分で言わなきゃいいんですよねはい、モノマネデパートも多いですから、まあ、ざっとどうですか、この中で多いな、お前これはちょっと違うなとか。いや、まあでも大体合ってるんじゃないかな。半分初耳の人ですけどね。これ日高さんでも初耳ってのは。あ、でもね、あ、はい、シャルキューはできない。あ、おっと、ここでちょっともうやったことはある。いや、やってみないと。真剣に満勤でずるい女正統派ですごい表情しました ね、 ね、正統派シャランキューツンクさんのモノマネでずるい女です。どうぞ。バイバイありがとうさようなら愛しい恋人よ。これ入れていいのかな。入れていいような気持ちですが、さあ、じゃあ日高さん、うん、どうですか。これ一番上に持ってきた方がいいんじゃないですかこれは相当お墨付きいただきました。プランとしては、はいはい、お前中途半端なことするなよ俺は待ち構えてたんだ。そうですよね、まあ、多分似てるか、すごい似てるかすごい似てないかどっちかにしろよみたいな、はい、すげえ似てんじゃん似てた、ちょっと会場分けましたね。パックするとほら、もう歌の途中で出たってば、うん、こんなん やったことないですよステージで。いや、もう年末の王座1回戦、相手がビューティー国分さんでもしゃなきゃ聞いたことないやつも結構あるんですよ。お、どれ聞いたことないですか。じゃあ谷村新司とか。谷村新司さんは、いや、ネパ YouTube 載せましたよこれ。あ、マジで。え、それは曲は胸さばきの旅は今始まって。あ、それはね、でも谷村さんはこれ今志村さんずらですけど、はい、初めて山田春日さんに作ってもらったのは谷村さんです。
は。あのね、このデパートの中で、はい、あのすごく評判が悪くて外したいのがある。お、なるほど。まあ、評判悪いっていうのはね、まあ、人の感性ですよ。これどれですか？楠瀬誠一郎。これ。そうですね。まあ、このねモノマネはほっとけないですね。これはね、はい、結構ちょっと物議かもしてたの YouTube で。確かにそう、これモノマネした人今までいなかったんですよ、うん、あで、はいはいはい、多分史上初でやったんですよ、はいはいはい、そしたらその後ビューティーさんがYouTube に載せたんですよね。あでそれがめちゃくちゃうまいんですよ。あこれは消したい、消したい、ほっといてほしい。いや、ほっとけないよ。ほっとけないよ。あの最初からおーって感じ。俺もね、俺も下手でやれって思ってやったよ。で、中途半端だったの。楠瀬誠一郎さんはね、ちょっとこう失敗ですね。あ、なるほど。これ懐かしいのは、2人でまだこういう感じじゃない時に、はいはいはい、カラオケボックス一緒に行ったことがあって、はいはいはい、誰もまだやってないものを2人で一緒に開発しようぜって言って、缶、うん、のあれは勝つをずーっと2人で歌ってたから、はいはいはい、うんうん、で、缶が入ってるよ。入ってますね。缶やっちゃったんですね、YouTube で。そう、うんうん、これもう本当に 顔芸ですね。声はね、やっぱり似ないですね。あの声は特徴ありそうなんだ、うんですよ、うん、あれを開発できたらすごいな。すごい。だから今まで誰もほぼやってないじゃないですか、菅さんのモノマネって。だからやってない理由がなんとなく分かりましたね。で全体的にキーも高いし、確かに、でハスキーじゃないですか、ちょっと、うんうん、難しいですね。多分地声が菅に本当にそっくりな人で顔も似てるって人がいたら、多分キサラで KAM でしょ、菅って、はい、で後ろにコピーってつけて完コピっていうのがありそうですね。それ以外概ね合ってんじゃないかな。これ知らない。山田五郎と三浦純って何？これすごいですね。これちょっと見たいの。見たことない。 YouTube やってます、これは。あ、じゃあ三浦純さんに突っ込む山田五郎やります。はい。当然よく皆さんもご存知だと思います。般若心経がイマジンの元になったということです。またこの人おかしいこと言ってるよ。なるほど。でも分かる。分かる。いいです。僕はもう山田五郎さんの三浦純さん大好きなんで、もうすごい、もう山田五郎さんのタイミングもそこだなっていうのが分かりますね。この人おかしいこと言ってるよ。すごいな、あのシャッタラズな感じね。しょこたらのことすかしかしばってことおかしいよ、これ。すげえ。あとはもう事実ですよ、はい、テレビは合ってますし、そうです、ね、ラジオの南昇軒のモノマネ王者優勝も合ってます。ごめんなさい、これ一回ごめんなさい、一回通してもらっていいですか、はい、ラジオの南昇軒って何ですか。出てましたよ。ハガキ職人っていうか、メールめちゃくちゃくれてたんで、だから日高と矢野でこの間電話して、はいはい、しみじみ売れたねって、イモくんの次の日かな、はい、あーすごい。この時にモノマネ王座、あの頃のモノマネ王座っていうので、はいはいはい、2回戦で当たったんですよ、矢野が司会で、はい、その時に僕は徳永英明のレイニーブルーやって、吉本くんが準決勝でジュリーでいろんな人で時をやったんですね。で99対99でジャンジャンけで僕は勝った。俺クーで負けて、やったクリちゃん、クリタさん、クリタさんの真似を、うん、で、決勝で当たったのがうちの嫁なんですよ。いらっしゃってますね、はい、いやこれね、僕まだ大学生とかじゃなかったかな。決勝が佐藤宗で、青葉城小雄太、うちの妻がその時は夜桜おしじゃないかな。夜桜おしじ、それね。ちなみにこの会場でそれ見てたって人います？あ、いた。リスナーだ、いたわ。あ、スワマホテルさん今日来てたおそらくこの難所見トークは大目でカットされたと思います。これ CD ニューカバー、これ、ね、知る人ぞ知る CD ですよ。 CD だ、ショップショップ限定。これね、まあ、あれかな、これすごいよ。これ何ですか、これは。これ野口五郎さんがプロデュースで、モノマネ芸人がモノマネで曲をカバーするって CD アルバムが出たんですよ。へぇ、知ってる人いるかな。で、ここが参加してるのがコロッケさん、コージーさん、山本京成さん、布施さん、信吹さん、原俊作さん、星奈々さん、市原さん、だ結構モノカールさん、あの時代でクリスタさんテレビと日本テレビの垣根超えてるって結構すごいこと。そうか、クリタさんも本当に参加してて、今枚組の CD ボックスなんですけど、最後の曲を星奈々さんとデュエットで歌ってるんですよ。すごい。なんでそれに出ることになったかって、その時僕高校3年生か大学1年生に入学するぐらいの時期だったんですけど、
あのビューティーさんがその時出る予定だったんですよ。でそれでビューティーさんが参加する予定でも何かの事情でビューティーさんが参加できないってなって代わりにって言って僕がなぜかなんかその時に期待の大型新人って書かれてるんですよ。これいつぐらいの時ですか。15年前とか、すごい。前だヤフオクに出てたから買っちゃった。やっぱ運つかむってそういう時につかむんだよな。つかむんだよな。不思議だよな。そう、まあ合ってますね。はい、ということで、ウィキペディアこれで全部検証が終わりました ね。一応確認ですけども、事務所太田プロダクション合ってますか。合ってます。はい、よかったです。まあでも多めに合ってます。誰が書いたのかが知りたい。そうですね。これ書いたやつ知りたい。学園祭のネタこんなに羅列されたくないもんね。同級生だこれ。すごいなこれ、はい。これすごいよな、コメント欄にもしよかったらお寄せいただければ、はい。ちょっとこれ探しましょう。はい、学園祭のネタ誰が書いたの。数人ぐらいだったら分かる、うん、あ、それか親かな、その友達のお母さんとか見てくれてたから。なるほどね、うん、これね確かに編集とかね楽しいですからね、うんうん、はい、というわけでございまして今日はですね、はい、三つ森島さんのウィキペディアをチェックするということで、はい、お送りしてまいりましたけれども、まあ概ね合ってたの。そうですね、はい、合ってますね。概ね合ったかどうかを今吉政さんに確認してるのか志村けんさんに確認してるのか、だんだん分かんなくなってきますよね、そうなんですね、住み慣れなくなってきてない。そうですね。それが苦手なんですよ。どうせ分かっちゃうんですね。また次回もしかしたらマルケに出ていただくときは、もうちょっとその吉政さんを見たい気もするんですけどね。まあ、カツアカウントで連絡すれば出るかもしれないですね。いやそれすじゃないんだよな。ややこしいな。ややこで吉政くんのメールをしないと、上がっちゃうんですね。出ない、まとめようしかみたいな。練習だと思ってやってますから。なるほど、こういうトーク番組。トーク番組じゃあ吉政君に聞いてるんだ、はい、それは後で話しましょう。声だ、あ、まあ、素の声今バラしたくないよ。いや、あの面白いこと言えないんですよ。え、素では。そんなことない。今も大して面白いことは言えない。そんなことないよ。自分に自信も結構さっきのトークとかも、ね、めちゃめちゃ面白かったと僕は思ってますけどね。 ありがとうございます。会場の方も面白かったですよね。 ありがとうございます。いやでも楽しかったですね。楽しかったね。師匠、来週もね、この調子で大丈夫ですかね。大丈夫だ。大丈夫だ。また来週。はい。うろ覚えなんだけど。師匠っていうところも合ってます。そう、師匠。今のシーンのセリフ合ってます。